はい、こんばんは、しまずです。デッドバイデイライトね、サバイバー側ですね。おなじみのメガネ君でやっていきます。はい、やばいです。ラグがやばいです。尋常じゃない 尋常じゃない。またか、また俺に強いるのか。またこのラグの中、俺に戦えというのか。キラー側と。すっげえハンディキャップなんですけど。あ。来た、トラッパー。トラッパーだけどさ、俺飛ぶから。ワープするからトラッパーも困り気味かな。あー、しかも爆で見えない外の状況が一番厄介。あれ？これでもしかしてあれかな？ラグって、ラグってトラッパーにも有効なのかなって思ったがよ。さっきワープしてすぐ見失ったから、トラッパーが。俺がおとり役になればいいんだね。ということは、あ、メガネさん、お手伝いしますかもしれないね。ここにもワープしたように見えてすぐ見失うのかもね、俺の場合だと。向こうの目線、ワープする人を見たことがないからよく知らないんだけど、よくわかんないんだけどね。あ、来た。オッケー、オッケー。あと2つ吊るされた。俺は助けに行けねえな、ワープしちゃうから。気づいたら変なところにいるって感じだから。もう もうやめてやめて。どこ修理してんのよあんた。あと1個。このラグじゃ助けに行けない絶対。ああ、トラッパーに引っかかった。トラッパーじゃなかった、トラップか。あ、抜け出せたけ。ああ、そういうことか。待って、ジェネレーターどこある。うー、つらい。あー、一人。あ、開いた開いた。もう出る、もう出るしかないよな。ん、いた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 。よかった、こっちに目がいってないけど、ワープしてる。来るか、こっち。一応開けとく。ああ、お兄さん、ちょっと待ってね。助ける助ける助ける。こっち来てて、こっち来てて。ごめん、ボタン間違えちゃった。
行こう。やばい、ワープする。もういいや、俺出る。よっしゃ、つらい、つらいけど、これもっとワープのおかげかね、あの最初トラッパーから無事逃げ切ることができました。そのそこからね、どうにかなんだかんだで一番かよ、マジか。どうにかね、あのギリギリ作業しながら脱出することできました今回ね。ねちょっとまたラグ動画になってしまってね、申し訳ないです。回線の問題なのかどうなのかよくわかんないんですけどね。では本日はね、これにてまた終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。